さあ明日、10月5日土曜日、なんとね私の娘、運動会でございます。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパンムキンです。本日もドッカーバトルやっていくんですけども、娘の運動会にもかかわらず私、仕事行きます。どうも最低親父です。いやっていうのがね、なんだら嫁はんが運動会見に来るよりも仕事に行ってくれっていう人なんですよ。で、私の勤めてます会社、まあ、家庭持ってる、お父様方いっぱいおられます。それでこそ管理者さんも、まあ、家庭持ってる人なんですが、僕以外全員家庭持ってるお父さん、運動会行くんですよ。もうそれでこそもう管理者 もう仕事ほっぱらかして子供の運動会、行く人でございます。だからそう考えたら俺って子供たちにとって最低な親父なのではなかろうかと考えてですね、で嫁はんに明日運動会、娘も保育所もうラストなんで、その年長さんなんでラストの運動会行っていいかって言うたんですけど、いやいや仕事行ってくれと。いやでもそれはそれで分かるんですよね。やっぱ親父は稼いでなんもですから。うん、でもね勤めてる会社の人たちのお父さんは全員運動会行くんですよね。これ皆さんどうですか、家庭持ってるお父様方、運動会行きますか。で並びにこれ見てるお母さんおらんだろうね。お母さんもしおったらね、運動会、来させる派なのか仕事行かせる派なのか、それもちょっと聞きたいんでコメント欄で教えてください。ごめんなさいね冒頭。ちょっとどうしても聞いたくてね。で今回の動画なんですけども、こっから本編な、もうブラザーバックすんなよ。こっから本編なんかオープニングトークだけのなんかコメントしか最近来んよな。本編も見てくださいね。そう、今回の動画なんですけども、まあいよいよ来週ね、このナメック星編キャラ、この3体が極限超極限します。非常に楽しみです。まあねここへのスーパーサイヤ人、まあ、バカ野郎孫悟空とかさ、超極限するフリーザフルパワーは、まあ、200% で、まあ、使い勝手のいいキャラとなっておりますが、ちょっとね俺ちょっとネイルをどういう風にしたらこの最強に使えるかってちょっと寝る前にちょっと考えたんですよ。そう、寝る前なんですよ。もう明日も配達なんですよ。もう貧乏暇なしなんですよ。皆さんの再生数で僕たち潤うんですよ。僕たちで家族ね。いや、知らんがなってね。視聴者さんにそんな頼んでもね。いや、でも視聴者さんの力必要っすよ。そうっすよ。ね、通常歌手さんネイル、もう極限して強になります。で、パッシブスキルね、まあ、似たりよってんですわ。うん。まあ、アタックディフェンス、今、まあ、極限 Z 覚醒する前は、まあ、アタックディフェンス 100% で、まあ、極限 Z 覚醒後もピッコロったらええし、最強の一族が相手だとなおいいし、HP の変動でダメージ軽減もする。まあ、鉄壁になりますよね。ただ、このネイルをね、ちょっと光り輝かせるためには、ちょっとどういう風に使ったらいいかなって僕考えました。ああ、ちょっと考えた、寝る前に。じゃ何回も言うけど、寝る前に考えた。うん。じゃあ、とあるカテゴリーが、ちょっと待って、これ、急上昇なんちゃうかということで、で、そのカテゴリーなんですかいう話なんですが、はい、これ、繋がる希望。繋がる希望、これ、急上昇になるんじゃないこれ。というか、この度の2024年、まあ、世界同時キャンペーン、まあ、終わりましたけどね、世界同時キャンペーンにて、もう、繋がる希望のカテゴリーが、もう、急上昇になったんちゃうんかな、ということで、ぜひね、このネイルを極限、させたらね、今から紹介するチーム編成で、使っていただきたい。もう、存分にこの極限したネイルを光り輝かさせていただきたい。がっつり噛んでいく。うん。で、つながる希望の最強キャラを今、相当してあります。はい、こちらです。もう最強やん。もうつながる希望やん。もう、だからボックスはもう希望で満ち溢れてる。ね。つながる希望、つながる希望、つながる、津軽海峡、つながる希望、つながる希望、津軽海峡、冬景色。もう涼しいなったな。ほんまに。もう夏お腹いっぱいやからよ。っていうかよ。
造船所になついらねえよ。お前、この11体もつながる着物も最強キャラと言っても過言ではないですよね。ああ。で、このね、先ほど言いました、ネイルと共にピッコロを使っていただきたいですよね。おるよね。モールはピッコロ潜在能力解放。もういつまでも使うな、お前これ。2年前の年末年始のダブルドッカーズで初実装からまだ長生きするで。まだ生きしおるで、これ。で、つながる希望。あ、相互ハンビースト。つながる希望。パワークレイな。パワークレイ。パワークレイもこれ、どうしたやろ？もう10周年まで使うんじゃない？もう勢いよね。もう勢いいいわ。もう勢いいいキャラって本当にいいわよね。うん。いいわよね。で、三大スーパーサイジ。もうこれもつながる希望ありますからね。もうつながるがもうボックスの希望でしかないよね。うん。で、この11体のつながる希望じゃ、200% のリーダーは誰やねんと、ね、思うでしょ。いないんですよ。180度までですよね。つながる希望。そうだよね。つながる希望の 200%、ま、サブリーダーやったらおるよね。そう、パワークレーンが、ま、つながる希望。ちょっと待って、これがつながる希望だったか？ちゃうな。これも 30% つながるやな。30% つながる。180% つながるがおるの。さ、誰ですかと。はい、これですね。ついこの間、曲演しました。孫悟空天使&ベジータ天使。これがつながる希望180。もう、こう、やっぱりね、この極限は偉大すぎる。やっぱね、大型キャンペーンの LR 極限は腐らない。ほんまに腐らない。もう希望でしかない。もう繋がる希望。津軽海峡。で、こいつをリーダーにして、ネイルをぜひね、使っていただきたい。で、ピッコロも入れていきたい。で、このネイルを光り輝かせるためのチーム編成。僕ね、ちょっとやってるんですよ。やってるんですよ。考えた。はい、こちら。そう。つながる希望の孫悟空天使&ベジータ天使をリーダーにします。で、あと中身なんですけど、パワークレイ、レジェンド。これ、未だにレジェンド悟空の意味がわかんないんですよね。そう。で、極限したネイルを入れて、で、ピッコロですよ。腕コロ、これね、通常ガシャ3キャラですよ。腕コロね。自身の気力プラス1アタックディスパッシブ読むかって思ったでしょ今。パッシブ読むかよって思ったでしょ。読むんすよ。尺稼ぎっすよ。すいません、尺こじきです。もうこういうこと言うからチャンネル減るんですよね。もう今日で2人減りましたよ。チャンネル登録お願いします。全てのこういうガードでこういう受ける3ターンの間、さらにアタックとディフェンス 50% 中確率で会心が発動なんですよ。ね。で、ガードが決まると、自身の他に攻撃参加中の劇場版ヒーローカテゴリーの味方につけてさらにダメージ減減 15% ですよ。で、長径の味方全員のディフェンスも上げてくれますよね。で、極径の敵がいるとき、さらに長径の味方全員のアタックも上げますと。で、敵が1体のときに、さらにアタックとディフェンス 50% 上がります。で、敵が2体以上のさらにディフェンス 100% でもこれ、フェス限買ってくれないと強いんですよね。これまた腕転が急上昇になってくるんですね。もう繋がる希望。もうネイロが極限したことにより、もう繋がる希望で、もうこの腕転がまた評価爆上がりしたということで、これのね、極限ギターどないなるんやろね。いや、ほんまに。うん。で、先ほど紹介しましたピッコロ潜在能力。もうこれピッコロね。で、ピッコロ潜在能力解放の相性、抜群、アクションブレイクじゃねえわ。アクティブモーテル、アクティブじゃねえな。あ、そう、ユニット必殺な。ユニット必殺の指定魔眼光殺法。出るこのソングハンビースを置いたら、もうお互いが、もうパッシブ発動する、ユニット必殺も打てる、で、パワークレイのディフェンス補正もある、ね、で、極限してバチバチ強くなった孫悟空天使&ベジータ天使でぶったたく、みたいな。これ、急上昇だったでしょ、つながる希望。で、先ほどね、まあ、紹介しました、このつながる希望の人たち、もう入れてもいいですよね。うん。だから、この、俺いつもね、なんだろう。こいつをね、なんか、入れようとしないんですよ。どの動画も。忘れるんですよ、いつも。だからスーパーヒーローコンビネーション正義の味方。ね。ただ、ネイルに補正はかかんないんだけど、
まあここいらコンビネーションだからさ、まあ補正もかかるよね。であともスーパーヒーローやったらもうこいつも補正かかるよね。ビースの補正かかる、でピッコロの補正もかかる。だからこいつもコンビネーションか、こいつにも補正かかる。やっべ、咳が出る、咳出る。まあいいか。でネイルの、そうね、ネイルね、カテゴリー3つやからね、なんか他ないかな、なんかない、なんかカテゴリー。そうだなと思いつかない面白いこと言おうと思ったけど、面白いことを言おうとするとダダ滑るからね、言わん方がいいですよ、ほんまに。あの合コンとかで行ってもね、ここをちょっと面白いこと言って気を引かせようとしたらね、もう大滑りするからね、やめとった方がいいで。ちょっと待って、席出る。うん、あ、失礼、うん、失礼。で、何の話してた。そう、全属性入れたかったら、この三大スーパー戦士入れてもいいしね。うん、これもこれ七夕フォーゴー悟空もこうつながる希望で全然知らんかったわよそう考えたらやっぱつながる希望やっぱ急上昇よ。そうなってくるわね、フォーゴー悟空もね、もうなんか初実装の時めちゃめちゃ強かったんで、うん、もうなんかもう原価強に置いてきぼりになったけども、うん、まあとにかく理想的にはやっぱりさ、腕コロ入れた方がええわな。腕コロの横にネイル置いてほしい。で、もう、で、なんだ、最強の一族、究極のレッドゾーン使ってほしいわ。で、俺もちょっとなんか使いたいし、うん。てな感じです。今日ちょっとね、ちょっと寝る前なんですけども、ちょっとネイルの、ちょっと最強の使い方、で、とあるカテゴリー、あれだ、そう、つながる希望カテゴリーが急上昇、なったよっていうことを皆さんにね、ちょっとね、お届けしたかったんで、ちょっと急遽動画撮影をおっ始めたんですけども、いかがだったでしょうか。あ、いや、これ入れた方がいい、こういう使い方がいいってあったらね、皆さんもちょっとコメントをいただけると、ちょ、僕も参考になります。うん、やっぱりね、極限するんだったらさ、ね、なんか全力で使いたいじゃんね、まあ、そんな感じっすよ。うん、参考になったよって方、高評価ね、お願いします。で、チャンネル登録をお勧めな方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところで、ちょっと最後に一つ、いい、最後に一つ。なんだ、カズンちゃん。カズンちゃんのね、替え歌めっちゃ良かった。わからない方、カズンチャンネル見てみて、めっちゃ良かった。俺、個人的にすごい好き。うん。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。